話すスピード、ついつい自分が伝えたいことばかりになってしまうと早口になってしまいがちですが、聞き手側は初めて聞くその言葉を理解するのに、理解するスピードも変わってきます。そのため話の内容によっては話をするスピードを考えなくてはいけません。特にセミナー時、人に教える時などはゆっくりと分かりやすい言葉を使って伝えていくと相手も共感してくれます。語尾を伸ばすのは禁止。私もついそうです、はいなど語尾を伸ばしてしまう癖があります。語尾を伸ばしてしまうと少しだらしない感じに見えてしまいます。専門家としてお話をする際は語尾は伸ばさず、はっきりと言い切って自信ある言葉を残しましょう。言葉の強弱、抑揚のつけ方。言葉に強弱がつくだけで何を伝えたいのかが分かりやすくなります。抑揚もそうです。伝えたい言葉でワードを選ぶのも大切ですが、何を強調したいのか、何をより伝えたいのかをスピードや抑揚をつけて伝えていきます。自分の声の高さ、声の出し方を知る。声の大きさ、表情をこのように動画を撮って何度も見比べてみましょう。今お話ししている私のこの声の高さですが、もう少し高くしてみると、皆さんこんにちは、この声ではセミナーは聞きやすいですか。もう少し高くしてみると、皆さんこんにちは、この声ではセミナーは聞きやすいですか。自分に合っている声の高さはあります。動画を見ながら声の高さを変えていって、自分に合う声の高さ、声の出し方を練習を行いましょう。口を開けて話す。よく口先だけでもごもごお話しする方がいますが、きちんと話をするときは口角を上げて、口先だけではなく口を開けて話すことによって表情も作られます。口先だけではなく口角を上げて表情も作りながら、大きな口を開けてお話ししましょう。ゴールを意識して話す。つい目の前のことだけを話していると、自分が何のことを話していたのか、結局何が言いたかったのかわからなくなってしまいます。なので自分で何を伝えたいかという結論、ゴールを頭の中に入れて話を進めましょう。イメージの仕方。イメージの仕方には事前準備や練習が必要になります。このイメージの練習が当日の緊張や失敗を防いでくれるものになります。当日自分が行うセミナーの場所はどんなところで、どんな方が聞いていて、自分はどんな内容をどういう状態で話しているのかイメージしてみましょう。そのイメージをした回数が多ければ多いほどうまくいきます。スピーチの内容を分かりやすくする方法、物語や引用を用いると効果的です。スピーチの内容の中に強調される引用部分や、あとはスピーチの内容自体にストーリー性を組みましょう。話の中に具体例を入れ込む。相手に共感してもらうためには、それを分かってもらう具体例を用いるのが効果的です。その具体例は相手も感じられるシーンに落とし込められるといいでしょう。数字を使う。キーワードの繰り返し。メモばかり見て舌を向かない。これもスピーチにとっては重要なことになります。人前で話をする訓練方法。参加しているオンラインサロンや、普段参加しないような異業種の集まりにも参加して、自己紹介をする会の場を多く踏みました。緊張克服は場数とすべし。テレビ出演もそうですが、結局要領が分かれば
緊張がしないということが分かりました。そのため場数を踏むのが一番緊張をしない方法だと感じました。うまくやろうとは思わない。毎回セミナーの時には私はうまくやろうとは思わないようにしました。ただせっかく来てくださる方に何かしらのヒントになってほしいなと思って、これだけは伝えたいというところは取りこぼさずにきちんと伝えるようにしています。また来てくれる方、私の話を聞いてくれる方はどの部分に興味があるんだろう、自分が話す内容より相手側の興味がどこにあるかというところを注目すると自然と失敗を恐れないようになりました。